これまで簡単な2つの断面積を持つ棒を対象にして最適設計問題の構成方法、それからその問題の最適性の基準、最適性の条件と呼ばれる条件はどのように得られるのかということを見てきました。でその過程で、KKT 条件というものが最適性の条件になるわけですが、その中には設計変数の変動に対する評価関数の微分の値が、結果が使われていました。でその、計算方法については、代入法、それから、直接微分法と呼んだ微分の連鎖則を使った方法、それからラグランジェ乗数法という、その3つの方法で求めてみるということを説明しました。でその中で、代入法の代入法によって求める方法は、これは、問題が複雑になってくると常にそれができるとは限りません。でそこで、可能性があるとすると、直接微分法と呼んだ方法と随伴変数法と呼ばれる方法が、有力になる可能性があります。でしかし、その両者の間には、特徴的な違いがあります。でその点について 1.2 節では考えてみたいと思います。1.1 節で考えた断面積が2つの断面積が異なる2つの棒の問題を一般化したいと、あるいは拡張したいと思います。ここで考えようとしている問題は、イメージをそのままスムーズに拡張するために、設計変数は断面積であるということは変更しないことにします。断面積が A1、A2、A3 とこうどんどんたくさん増えていって N 個あるという状況を考えます。でこの断性体に対して、PA1 から PN という外力が作用したときに、それぞれの断面の変異が U1、U2、UN という、こういう変異が返ってくるという状況を考えます。この拡張に関しては、スムースな理解ができると思います。で、このような状況で、直接微分法とラグランジェ乗数法、あるいは随伴変数法の両者を比較してみたいと思います。まず最初に、今の問題の、線形断線問題、つまり状態決定問題についてですけれども、これは、簡単に表現してしまえば KAU イコール P という、こういう関係が成立します。この具体的な形を求めるということを、演習問題の 1.5 にしてますので、演習問題 1.5 の回答を、参照していただければ、この具体的な表現は出てきます。ここでやってることは、2つの断面積の場合と同じように、ポテンシャルエネルギーをカウントして、それを U で変微分したものとして、この結果が得られるという、それを行っているだけです。でこの問題の、ラグランジェ関数ですね、状態決定問題に対するラグランジェ関数、これを、イコールゼロという形の制約、等式制約の形に直しておいて、V というラグランジェ乗数をかけた形ですね。これを、ラグランジェ関数と定義することにします。で、この符号については、先ほど 1.1 節では、ちょっと詳しく
説明したかしていなかったかもしれませんけれども、これ逆転するとどうなるかというと、随伴問題の符号が、つまり V の符号が変わってきて、自己随伴関係が多少ずれてきます。まあ、別にずれてきても本質的に、まあ、K のインバースを取るような計算にはならずに、U イコールマイナス V と置くことによって同じ結果になりますので、まあ、この符号についてはまあ、そんなに気にする必要はありません。まあ、ここでは後の結果を見て、まあ、この方が随伴、自己随伴の関係が得られるという事情で、まあ、こういう符号にしています。それから、まあ、このような状態決定問題に対するラグランジャ関数を使うと、この V が任意だという仮定をするとして、今のラグランジ関数が0という条件は、状態決定問題を満たす U を求めるという問題と同値になります。で、ここでも D、飾り文字の D というのを、このように設計変数の許容集合ですね、を書くことにして、設計変数が入る線形空間は Rn、 状態変数の線形空間が入る空間はこれと仮定します。それで、まあ、ここでは一点因接よりも少し一般化して、評価関数というのは、設計変数と状態変数の両方の関数であるというふうに仮定します。で、まあ、一般的にはこういうふうに仮定されるわけですね。それで、したがってまとめて表現すると、まあ、こういう、制約を満たすような、F0 が最小になるような、まあ、UA と U が求まるわけですけれども、そのうちの、まあ、究極は A を求めたいと、そういう問題になります。で、この問題に対して、直接微分法による方法を見ていきたいと思います。一点一節でやったことを思い出していただければいいんですけれども、何をしたかというと、微分の連鎖則を使うわけですね。で、どう考えるかというと、その FI、まあ、I 番目の評価関数というのは、設計変数とその状態変数は設計変数の関数であると思ったときに、A とこの B の変動による影響を調べるということです。ですから、FI、これはまあ、テーラー展開の時の B に対しての0回、0時の項ですね。で、1時の項が、まあ、こうなっていまして、それで、まあ、2回微分の項が、2回微分ではないですね。U に対しての、微分を行って、変微分を行って、それで U と A の、まあ、微分の連鎖の項ですね。その項が加わって、まあ、B という、変動量のベクトルがここに来ると。で、まあ、2次以上の項は、こういう形でまとめておく。で、今のこの形を見ると、ここは FI を A ベクトルで変微分しています。で、ここは U で変微分しています。で、ここにそのマトリックス上の項があるんですけれども、この一つ一つの
列ですね。これに注目すると、これは U1 を A で偏微分したもの、A2 で偏微分したものという形になってますので、ここでは A で偏微分したものと B、それから U で偏微分したものと、こういう表現をしておきます。これは U というベクトルがあって、それで、A というベクトルで偏微分するんですけれども、こっちの A の方が横になっている。あ、先ほどちょっと私間違えましたね。こちらではなくて、こちらがそういうベクトルになってますね。で、これ実際、これかけるこれなので、U1、U2、U3 というのが U1、U2、U3 になるので、こっちが U1 が揃っていて、分母の方が、A1、A2、A3 となってますから、この部分が点値になってますね。はい。それで、その表現で、まあ、B のこれも一次形式で、これも一次形式ですから、これとこれをまとめて、この部分が、まあ、本来これから求めたい、設計変数の変動に対する勾配になっているわけです。これが GI だと。それでは、これをどう求めるかということですが、まあ、これは FI が A の関数で4に与えられてますから、これはすぐに計算できているとします。で、これもすぐに計算できているとします。で、問題はこの評価ですね。この計算、つまりこれがこう横にこう並んでるわけですけど、この一本一本をまあどのように求めるかということが課題になります。で、つまりこれですね。U というまあベクトルがあって、それを AJ で偏微分したもの。で、これが、どのように計算されるかってことなんですけれども、これは状態決定方程式の、イコールゼロという式を、まあ、両辺、AJ で、微分するということを、偏微分するということを考えればいいわけですね。で、そうすると、まあ、形式的にはこういうふうに書けます。で、実際に計算できるのは、この項は計算できるわけですね。ですから、これは計算できるとして、そうすると、これイコールで直すと、このインバースを計算して、これをかければ、これが得られると。まあ、そういう、関係になっています。で、これを、横に並べれば、これが得られるということですね。で、まあ、今のように見てきた結果を踏まえて、何が言えるかというと、ここでまあ特徴についてまとめました。で、ここで考えたいことは、評価関数の数が非常に多い場合、それから設計変数の数が非常に多い場合、それぞれどんなことが起こるかということを注目します。で、評価関数の数が非常に多いときには、直接微分法というのは有利になります。どうしてかっていうと、この計算ができてるわけですね。これ一本ずつの。で、この一本ずつの計算が今の結果として得られますので、で、これが得られていれば、これは自動的に計算、まあ自動的というか、問題を作った人が、ちゃんと計算できるという意味ですけれども、特に計算機を必要とせずに計算できるという意味ですけれども、こういう、計算ができていれば、これは固定、一番計算負荷の高い、ここの部分はもし分かっていれば、あとは代入計算だけで、これが得られるわけですね。ですから、
これは次々にいろんな評価関数の値、評価関数を持ってきたときに、これらは次々にすぐに計算できますから、これが分かっていれば、次々にこの GI というのは計算できるわけですね。ということで、たくさん評価関数があったとしても、それぞれの、勾配を求めることは容易であるということですね。で、一方、設計変数が多くなったらどうなるかってことを考えてみます。で、これはですね、設計変数、一つの設計変数に対して、U で変微分する、した、このベクトルをどう求めるかっていうと、K のインバースかけるこれを掛け合わせて、これを求めるわけですね。で、設計変数が多くなってくると、この計算を設計変数の回数分やるわけですね。ですから、これが1本ずつが、計算負荷のかかるものだとすると、これが A1、A2、AN、N がずっと大きくなっていくと、その回数が増えていくわけです。ですから大変な計算量になっていきます。で、そういう意味で、この、設計変数が多いときは、ちょっと不利になると。で、もしも、この計算を注目すると、これは K インバースっていうのは共通なので、これを保存しておくということをしたとしますね。で、まあ、確かに保存しておいたとしても、この値を計算して、これを掛け算してこれを求めるっていう操作を一つの設計変数ごとにやらないといけませんね。ですから、実際には全くやらなくていいとかそういうものではなくて、計算量はある程度は必要であるということですね。で、一回ごとにこの K インバースをちょっともう一回計算し直してなんてことをやると、それは差分で断面積微分の計算を行うということと同じぐらいの計算量になります。つまり、差分でっていうのは一つの設計変数をちょっと動かしたときに、評価関数が動く量を計算して、その動く量の差分同士で割り算をして、傾きの近似値を出すという、そういう計算法ですね。で、そのこと、その方法は、一回設計変数をずらすごとに、その問題を解くわけで、K インバースをもう一回解き直すということになりますね。で、そういう時は、それと同程度の計算法になって、特に、何か、直接微分法を使ったからというメリットが全くなくなってしまうということです。で、ここで一応差分による断面積微分の計算法っていうのは何を言ってるかっていうことを、とりあえず式で書いてみました。こういうイメージですね。ある J 番目の設計変数だけ動かしたときに、これを評価して引いて変動量で割って、でこれを求めるというそういう意味です。はい、じゃあ次に、随伴変数法について考えてみます。この方法は、1.1 節でも見た通り、ラグランジェ乗数を状態決定問題の等式制約に対しての、ラグランジェ乗数として代入して、本来の評価関数 Fi を、足して、Fi っていう評価関数に対するラグランジェ関数を定義して、それでそのラグランジェ関数の定流条件を使って、厳密にはその状態決定問題とラグランジェ乗数に対しての定流条件を使って、設計変数の変動だけ の,
条件に置き直して購買を求めるというそういう方法でしたね。で、ですから、ここではこの LI を設計変数、それから状態変数、それからラグランジェ乗数、これらで変微分して、それぞれの変動量をかけたものという形で分解しておきます。それでそのうちの、ラグランジェ乗数でかけて、変動量をかけたものというのは本来のラグランジェ関数と同じ形になって任意変動の部分がこの変動量に変わるだけだということを説明しました。 1.2 節で説明しましたけれども、それと同じ結果になります。で、次に第2項ですけれども、これは U で変微分して U ハットをかけると。で、これも第 1.1 節と同じことですけれども、こういう値になります。で、 1.1 節の時はここの部分がP っていう形に直接なったので、それを表現してますけれども、実際にはこういう過程を踏んで得られているわけです。で、そうすると、今の、ここの部分ですね。この部分が、ゼロという条件は、実は、この条件になっているわけですね。で、先ほど、1.1 節では、ここがたまたま P になったので、自己随伴の問題になりましたけれども、一般にはそうでないということをお話しました。で、一般にはこうなるわけですね。ですから、これは状態欠点問題、元の問題とは異なる問題になっています。しかし、通常の、連立一次方程式の形をしてますから、V については解けるということになります。で、その今の、U と V の結果を、VI の結果を使って、最後に LI を A で変微分して B をかけた関係で、それを計算してみます。で、K を A で微分するというのは、これはできるという、KA っていうのが A のような関数として与えられてますから、これは手計算でできるということになります。で、そう仮定すると、これが、この値が、GI であるということになります。で、今のように見てきた随伴変数法が、どんな特徴を持っているのかということを、見てみることにします。最初に直接微分法の時と同じように評価関数の数がたくさんあったらどうだろうかということを考えてみます。で、これ評価関数が多いということは何を意味しているかというと、この i がたくさんあるわけですね。fi の i が。そうすると、この随伴問題っていうのは評価関数一つに対して一つずつ出てくるわけですね。ですから評価関数がたくさんあると随伴問題を毎回その都度解かないといけないわけですね。という意味で、随伴変数法っていうのは不利になる。で、どうしてかって言ったら随伴問題の数っていうのは評価関数の数、目的関数が一つありますから、m プラス n。m プラス1ですね。1と一致するというためですね。で、それに対して、設計変数の数がたくさんあるときにはどうかということを考えてみます。で、これは、随伴変数法が非常に有利になります。
どうしてかっていうと、随伴問題の数 M プラス1っていうのは設計変数の数に依存しないんですね。ただどうなるかっていうと、この問題を考えたときに設計変数の数は全く関係なくて、状態変数とか設計変数の、規模っていうのは、まあ、もともとこの問題の大きさを、状態決定問題が非常に、複雑な問題で、たくさんの、ベクトルの次元が非常に大きいといったときには、このマトリックスが非常に大きなマトリックスになって、状態決定問題そのものを解くのも大変だし、それと同じぐらい随伴問題を解くことが大変になります。しかし、まあ、設計変数の数が増えたとしても、まあ、この計算は1回やる、まあ、元々の状態決定問題を解く計算と随伴問題を解く計算の2回を、まあ、やればいいわけですね。で、そうですから、まあ、こういう随伴変数法っていうのは設計変数が多くなっても特に解く問題の数は大き増えないという意味で、まあ、設計変数の数には依存しないということが言えて有利になります。で、もしも、さらに、随伴問題の変数、随伴問題の変数の数は、状態方程式の変数の数と、まあ、一致する、このことは、状態変数が時間や空間の領域上で、定義された関数になった場合でも随伴変数法は成り立つことを意味する。これは、何を意味しているかというと、この部分ですね。この実は状態決定問題と随伴問題の関係というのは、まあ、この問題の構造を見てもらえば分かる通り、ここに状態決定問題の係数行列のここに点値が来てるんですね。まあ、対象であれば、これ同じものですけれども、ここの項が、まあ、違う状態決定問題と随伴問題で異なってきます。で、しかし、この、随伴問題の変数の数っていうのは状態方程式の変数の数と必ず一致するわけですね。状態方程式の数の、分だけ随伴変数があるわけですから。で、それで、このことは、実際にその、状態変数がこれから、将来その偏微分方程式の境界値問題の解になるといったような関数というような形になります。で、まあ、ここで書いた通り時間とか空間の領域上で定義された関数、まあ、とりあえずはちょっと時間ももちろん入っていいんですけれども、とりあえずは空間の上で定義された関数であると。楕円型の偏微分方程式の境界値問題を考えると、まあ、時間は考えないので、空間上の関数ですね。で、そういうふうに関数になったときには、この変数の数っていうのはどうなるかっていうと、これは無限になるわけですね。ですから、まあ、後で第4章以降は関数を変数にしていきますけれども、そうなったときには無限次元空間の点を求めるというような問題を考えるわけです。で、そうすると、この直接微分法は無限になったらちょっと一見考えられないように思われますけれども、随伴変数法であれば、この問題自体が実は偏微分方程式の境界値問題、異なるこの
ソースタームが異なった対象であれば、ソース項が異なった第2型の偏微分方程式になるだけで、この構造自体は変わらないわけですね。でそういったことをちょっとここでは話題にしています。で、実はテキストを書き始める前は、これでもう少しきついことを表現してたんですけど、すなわち、直接微分法は関数が関数を変数にするような無限次元空間の問題に持っていったときには使えないというような厳しい表現をしてました。しかし、だんだんそのいろいろ分かってきたことは、2回微分を考えたときに、実は非常にある仮定の下ではその条件2回微分を求めるときに都合のいい結果が得られて、それを使って実は2回微分が求まったんですけれども、その過程で都合のいい関係が得られたのは、ある条件が条件を満たしていたからなんですけれども、実はその方法というのは直接微分法の考え方になっていたと。ですから、関数空間の最適化問題においても実は直接微分法のようなものは使える場合があると、ちょっと後でもしその点について話題がいった時にはちょっと説明したいと思いますけれども、そういう、ケースがあるということで、直接微分法は使えないというような表現はなくしました。で、ただ一般的にはどんな問題でも解けるかっていうと、そうではなくて、随伴変数法であれば、どんな問題でも基本的には解けるということになります。それから最後、この4番目が、これもある意味実際のも現場の設計を問題に適用するときには非常に大事な関係で、もし自己随伴関係が成り立てばって書いてありますけれども、成り立つような評価関数を持ってきた問題においてはですね、随伴問題を解く必要がなくなる。自己随伴が成り立つわけですから。で、実際の設計を問題を考えるときに自己随伴関係が成り立つような評価関数っていうのは、実はその問題において非常に重要な自然な評価関数なんですね。ですから、その評価関数を使った問題を作って、その解をうまく利用すると非常に有効な設計ができるということが分かります。ですから、あんまりなんていうか、自然ではないような人工的な問題を持ってくると、物理法則から少し逸脱したようなものを持ってくると、必ずしもスムースな結果になりませんし、いろんな不定性とか不正則性とか、そういったいろんな問題に出会うことになります。ですから、この自己随伴関係が成り立つものをもし見つけることができれば、それをまず利用してみて、それが利用できない場合は別のものを考えていくっていうのが、実際に問題を解く上では大事ですので、この問題はこの観点が非常に重要かと思っています。で、ここですね。ここで今説明したようなことをちょっとお話ししてるんですけれども、直接微分法っていうのは、そういう第8章以降で、考えるような問題で使われるということです。
で最後にこの章の、応用として流れ場の問題について説明したいと思います。線形断性体のあんな簡単な棒の問題だけで話を終わりにしてしまうと何かイメージとして、固定されてしまって何か融通が効かなくなるような気がしたので別の問題をもう一つ用意することにしました。でここで考えたい問題は、こういう、血管の分岐であると思ってもいいですし、実は木の枝の、分岐なんかの問題もこれに準じてるんですけれども、ここではその流れ場であるというふうな仮定をしたいと思います。で、この背景には、ガイダンスの時にお話しした、血管の分岐っていうのはどうなってるかっていうのが一つ興味があるというお話をしました。で、そこではちょっと詳しく触れなかったかもしれませんけれども、20世紀の初めの頃ですね、生態学者の、マレーっていう人が、血管の分岐について の論文を書いています。で、その論文の中では、血管の分岐というのは、この元の直径の3乗が、分岐した後の直径の3乗同士を足したものとイコールになるという、関係3乗則という、法則を、主張したんですね。で、その結果はどこから得られたかというと、血管の分岐を含む流れ場の中で、その流れ効率を一番効率よくするためには、そうなっているはずだという、エネルギー論の立場で、それが、得られるということを見つけたんですけれども、で、実際にその、原理を、深く考えていくと そこの論文の中ではこの中は一次元のストークス流れ場で形成されていて、この、ストークス流れ場一次元のストークス流れ場というのは、具体的にはボアゼイ流れと呼ばれる流れ場があって、ここが二次関数になる流速の分布が二次関数になるような流れ場であるという、そういう管の中を流れる流れ場の、名前ですけれども、そういう仮定をして、ここで失われるエネルギーというのを計算したわけですね。で、そういった結果があったので、こういう仮定をして、圧力損失のようなものですね、ここに P0、これ0番目の断面積、分岐した後のガンマ1、ガンマ2っていう2つの断面積のところが分岐した後の流れが通る断面です。で、この3つの断面を考えて、で、ここの、これは放線ですね。で、圧力は、P0、P1、P2 として、どれを3つにするかっていうのは後で考えます。で、流速が、マイナス U0、これ放線の方向に対して流れ場の方向を決めることにすると、この方向に流れるっていうのはマイナス U0 ですね。で、これは放線と同じ方向ですから、これは U1、U2 というふうにします。で、長さは L、L、L で一緒で、半径が R0、R1、R2 と、こんな流れ場を考えることにします。で、ここで書いてることですね。ここで血管の輸送コストっていうのを考えて、体積維持のコストの和、それのコストと体積維持のコストの和を最初にするという条件で考えたということですね。で、
まあ、ここではそのマレーの作り方とは違って、まあ、同じ結果が得られると私は思って自分で問題を作って考えたんですけれども、まあ結構時間はかかりました。ちゃんとした結果、ここでご紹介するような結果が得られるまでに、まあスムースではなかったんですけれども、ただ出た結果は、まあ、納得することのできる結果になっています。まずじゃあ順を追って説明していきます。今のように定義した分岐流れ場があったとして、で、まあ、さっき言った通りの、まあ、定義です。で、粘性係数ですね。で、半径が、RI で、まあ、I が1、2、0、1、2というふうに仮定して、その途中の半径 R としますね。で、その途中のところの半径は、半径は R だとすると、先ほどお話したようなハーゲンポワゼユ流れ、管の中を流れるストークス流れの、式ですけれども、それが2次関数で与えられるということですね。で、2次関数で、まあ、一番の表面のところは0になりますので、まあ、こういう流れ場である。で、その大きさは圧力勾配に依存するわけですね。で、長さ分の圧力の差で、この P バーというのはここで、ここの圧力をちょっと後で消去しますけれども、 P バーというふうに仮定します。で、そうすると、まあ、これがその流れ場の式になります。それで、今のような二次関数の流れ場を断面の上で積分したものが流量になりますね。単位時間あたりのその断面を通る流量になります。で、これを計算すると、まあ、こういう積分値になるんですけれども、ここでその、まあ、こういう今 R0、R1、R2 っていうのが、まあ、これから設計変数にしようと、まあ、候補として考えてたものですけれども、ここでは、まあ、こういう係数がたくさん出てくる、定数だとして見なせるような、係数が出てくるので、その係数をここにまとめて、それで IR0 次乗っていうのを、もう断面積 A0 だと。A1、A2 だと、こういうふうに仮定します。ですから、将来、設計変数としてなしたいのはこれらです。で、その、こういう定義のもとで、断面積、まあ、ちょっと直接の断面積ではないですけど、まあ、断面積、これ以降簡単のためにこれを断面積だと呼ぶことにします。で、その断面積の、まあ、形で書くと、まあ、こういう表現になるわけですね。ですから流量と、断面積がこういう形になります。で、流れ場の場合には連続の式が成り立ちますね。で、この連続の式という、まあ、出たものと入ってきたものが足したものがゼロだと。いうことですね。流量で。それで、この条件がつくことによって、流れ場の場合には、その圧力っていうのが、流速の他に圧力っていうのが、変数に加わっていくんですけれども、それに対して条件としては連続の式が条件一つ加わって、まあ、キャンセルするというか、解が一つあるような問題になっているということが、まあ、後で第5章、でも連続体の場での流れ場を考えますけれども、そこで、まあ、そういう関係になっているということが分かります。で、まあ、ですから連続の式っていうのが必ず流れ場の場合にはストークス流れ場ですけれども入ってきて、それで圧力が変数に加わってきて、
で、さらに、今の、3つの、この条件ですね。で、この条件を、先ほどの流量の式を、この式に代入すると、P バーイコールという式が得られます。で、これによって、まあ、P バーは、もう、4に使わなくても、表現できるということになります。で、そうすると、結局、今、流量と、P0、P1、P2 という、まあ、その関係で、設計変数とみなしたい断面積がこう入ってきたような、係数行列があってっていう形で、まあ、一見、線形断線体の棒の時のような連立一次方程式というようなものが得られます。しかし、ここで、まあ、ややこしいことは、流れ場の場合に、ちょっとややこしいことは、今のようにして求めた、得られた、その方程式は、まあ、不定性があるんですね。圧力について、例えば、そうですね、流速が与えられたときに、その圧力が、みんな、ある一定の量だけ、増えても減っても、まあ、ある定数分だけ移動しても、この式が成り立つんですね。という不定性があります。で、まあ、そこで、つまり、今の係数行列というのは特異になるということです。で、まあ、それは定数分の定性があるからだということですね。で、そういうことが起こってしまったので、ここで圧力、まあ、例えば入り口の方の、圧力をゼロというふうにどっか決めます。そうすると、この P0 はゼロだということに約束すると、まあ、こういう式になります。で、そうすると、これはと、ちゃんと1に解ける、話になって、流量を与えると圧力が1に決まるという、まあ、そういう問題が作れます。で、これを使って、一次元分岐ストークス流れ場の、状態決定問題っていうのをこういうふうに書くことにします。まあ、先ほどの P と U がひっくり返ってますけれども、まあ、ちょっと混乱しないようにしてください。で、一次元の断性体の棒の話では、設計変数が二次元のベクトルで、状態変数が二次元のベクトルでしたけれども、この場合は、解こうとしている問題は、3つの成分を持つ3次元ベクトルに変わっています。で、まあ、後で利用するために、まあ、今の状態決定問題、代入法で使うときには、利用できますけれども、まあ、今回、この 1.3 節では、代入法はもう省略しますけれども、まあ、P を、まあ、4に書けば、U の関数として4に書けば、こういう結果が得られます。後で計算で使えます。で、ここで、まあ、これ以降は、もうここまで作ることが実は大変で、まあ、で、いろんな問題を作って、いろいろ解いてみて、解けたり解けなかったりして、試行錯誤して、この問題が作れて、これを設計変数に置くっていうことができれば、もう、それでスムースにいくんですけれども、あとそこから先は、復習です。ラグランジェ関数を、状態決定問題に対してのラグランジェ関数を定義して、この場合は Q、P に対して、今状態変数は P ですから、それに対して Q を、まあ、次元変数だとして導入します。で、そうすると、まあ、任意の Q に対して0っていう条件で P を求めることと、状態決定問題が同じになります。それで、流れ場の問題のこれから評価関数を考えます。で、これも第5章以降で、
実際には設計変数、最適設計問題は8章で出てきますけれども、その流れ場の評価関数として、まあ、よく使われるのが、動力損失とか散逸エネルギーとかエネルギー損失とか、まあ、そういった呼ばれる方をする量が、まず思い浮かびます。で、ここでも、この量 P と U の、まあ、内積のようなものを考えると、これはその散逸エネルギーとか動力損失と呼ばれる量に対応しています。で、これは棒の時に外力仕事と対応したということと、まあ、同じようなことになっています。で、まあ、しかし第8章と9章でストークス流れ場の2次元3次元の流れ場を考えて評価関数を定義するといった時には、まあ、実際にそこではその動力損失に相当するような、圧力損失に相当するようなものだけではなくて、例えば堆積力のようなものを作用していると、ちょっとこれだけでは片付かないような状況も出てきますので、まあ、ここではその、まあ、平均コンプライアンスの流儀に習って平均流れ抵抗というふうに呼ぶことにします。で、次に制約関数ですけれども、これは棒の時と同じで、流れ場の体積はある C1 以下だという、そういう状況を考えることにします。これ以上と以下は反対になりますね。大丈夫かな。これが負だというふうに仮定するので、同じですね。男性体の場合と同じような条件になります。それで、次に、問題を、最適設計問題を作るわけですけれども、今評価関数が定義できたので作るわけですけれども、まあ、設計変数が入る共用集合を考えて、で、平均流れ抵抗最小化問題、というふうに呼ぶことにする問題は、まあ、このように書けます。で、状態欠点問題の解を満たしながら、まあ、圧力 と、断面積を、まあ、それぞれの変数として、F0 が最小になるように決定したいと。まあ、そういう断面積を求めたいと、そういう問題ですね。で、ここから先はもう一緒の第 1.1 節と同じことをやっていきます。まず評価関数に状態決定問題のラグランジェ関数を足すんですけれども、ここでその実は状況がやっぱりここの符号については自己随伴が成り立つように、まあ、決めればよくて、まあ、これは反対の符号をつけたとしても、自己随伴のところで符号が反転するだけで問題はないんですけど、ここではもう、後の結果を見ながら、こういうふうに決めたというふうにします。で、そうすると、まあ、これが、その、F0 に対してのラグランジェ関数ですね。で、ここから先は、これの定流条件を求めて、で、これについては、いつも、のように、この、ラグランジュ関数と、ここを控えたものになります。で、ただ、符号が、反対になります。流れ場の場合、実は、線形断性体の場合には、変形しにくい形、を仮定しているんですけれども、流れ場の場合には流れやすい形を仮定するので、まあ、それが影響して、まあ、こういった符号のズレっていうのが時々出てきます。それでこのまあこれが随伴問題ですね。
で、今、この、平均流れ抵抗のようなものを考えたときには、実は自己随伴が成り立つんですね。これは第8章、9章でも同じことになります。で、あとは A で変微分して B をかけるといったときの、この A の変微分の項ですね。で、この項が、実は、勾配になるわけですね。で、これ、結構簡単な計算では ないんですけれども、まあ、スマテカを使ったり、いろいろ工夫して、これがこれになるってことを確認しました。で、一方、その体積制約 の制約関数についての微分は、こういう形でありますね。で、2回微分については、ここも、1.1 節と同じようなことを、やっていくんですけれども、ここですね。これで、ここの部分、2回微分、変微分をしただけでは、ダメで、この、B と P ハットの関係ですね。この関係を、その 1.3.8 っていうのは、これなんですね。先ほど求めておいた数字ですかね。1.3.8。1.3.8 を AI で変微分して、もう直接求めちゃってるんですね。それで、P を AI で変微分したものが、こういう関係になっているという関係。ですから、実は、今日最初にお話しした、直接微分法と随伴変数法で、比較したときに、関数が状態変数とか積変数になったときに2回微分は非常に直接微分法は使えないという話をしましたけれども、実はこういう2回微分を求めるときにこういう関係を使ってるんですね。で、こういう関係を使うってことはこれは直接微分法の結果ですから、まあ、ここでもそれをここで直接使ってそれでこの結果が得られているわけです。で、まあ、ここでも、1.1 節で見たことと同じように、1回微分を元にしたときの、まあ、もう1回微分を考えて、これに対してのラグランジェ関数法を適用することで、2回微分を求めることができます。で、この、方法については、1.1 節と同じように、1回微分に対してのラグランジェ関数っていうのを定義しておいて、それの微分を考えるということを行って、求めていきます。で、これを、まあ、今の、この微分を考えたときの、この項ですね。この項が新たに2回微分を考えるときに出てくる、随伴問題なんですけれども、これも、まあ、こういう形で、これが0っていうような形で得られます。それがこれですね。で、まあ、そういう結果を使うと、使って、A で変微分して B2 を代入するっていう、この関係式の中に今の結果を代入すると、まあ、こういう B1 を今固定してますので、こういう B2 に対しての
あの一時形式が出てきて、その係数に当たるものが、一つ B 値は固定されているような2回微分に相当する量になっているということで、これをまあ平成勾配と呼ぶことにすると。でこれがまあこういう形で得られるという、そういう結果を示しています。で、じゃあ、今のように、微分値が評価することができるということが分かると、KKT 条件を使って最小点であるという条件を求めることができます。で、そのオリジナルな問題ですね、最適設計問題として考えたときの、ラグランジェ関数というのは、目的関数と制約関数に、ランダ1っていう実数を一つかけて足したものと。で、これをラグランジェ関数だとして、KKT 条件というのは、このラグランジェ関数を A で偏微分したものが0、ラムダ1で偏微分したものが負。で、あとは相補性の条件と、ラムダ1が正だと、ラグランジ乗数が正だという、不等式制約のラグランジ乗数が正だという条件によって構成されると。で、この話は 1.1 節と同じことです。で、その条件に、今得られた結果を、代入して求めてみると、実は、この第1式、この式ですね。この式は、この式になります。で、これでラムダ1イコールが出てきます。で、この式が、実は、マーレーの、関係三乗則になってるっていうことになっているはずなんですね。で、それをちょっと、このままでは、ちょっとその形が得られなかったので、少し流れ場の知識を、使って変換していきます。で、先ほど、ハーゲンポアゼユの、式っていうのがあって、二次関数で流れ場っていうのが与えられてましたね。で、その、図量力っていうのが、壁を流れがこう、引っかく、応力ですね。先端歪み速度と先端応力っていうのがあって、で、先端歪み速度っていうのがこれですね。R 方向への今の流速分布の、二次関数の流速分布の傾きを言います。で、それに対して粘性係数をかけて、圧力、先端応力に変わるわけですね。で、まあ、こういう、ガンマ i とかタウ i、i っていうのは0番目と1番目、2番目っていう断面の場所を表しています。で、この置き換えを、これはこれだという置き換えをして、今のこの関係を書き換えると、実は、まあ、この、3つの散逸エネルギー密度が同じっていう関係が得られます。つまり、ここでそのマーレーが言ってた、血管半径の三乗に比例するということですね。マーレーの法則と、三乗が、ですね、実はそのちょっと説明が十分できているのか、ちょっと話が飛んでしまったという印象あるかもしれませんけど、マーレーの法則が言ってることは、その関係三乗則が成り立つっていうことは、その3つの分岐する前と分岐した後の3つの点で、全部図量力が同じになってるっていう条件
を表してるんですね。で、ここで得た条件というのは、その条件なんです。で、まあ、それを、そのエネルギー密度が一致しているってことは、応力が一致している、歪み速度も一致しているっていうことを意味していて、まあ、それがマーレーの言ってることと同じだという、そういう議論をここではしています。はい。で、最後に数字例を示して、この問題も棒のような状況になっていたんだということが分かります。実際に F0 チルダを A1、A2 で書いてみると、この問題においては、A01 というふうに、置いたんですね。もう、固定して、っていうことを、ここでは仮定しています。どうしてかって言ったら、ちょっと図に書けないからですね。3次元の、これもう一個軸があると、ちょっと、こういうような図では書けなくなってしまいますので、一つ、便宜上固定したということです。で、そういう状況の下で、F0 チルダーを、求めてみると、こういう、面になって、それで、設計変数が、取れる領域の上で、この F0 チルダーを見ると、こういう太線のような、関数になっていると。で、その中の最小点を持つところに解があると。そういう問題になっています。で、実際に、F0 チルダーを用にこう求めてみると、A1、A2 の関数で求めてみると、こういう形になっています。で、こうであれば、G0、G1 っていうのは具体的にこういうふうに計算できて、それで、ラムダ1は先ほど求めた式で、こういう形で得られます。で、これが3次関数になってますね。で、F0 チルダーの式から、A2 が 1-A1 だという、この条件で等式制約を満たしているという条件を使って書き換えると、A1 だけの関数になります。で、それを微分したものが0という式で、最適の定流条件が得られます。で、この、関係を使って AI について解くと、ここに、この解2つ出てきますね。これと、これですね。で、こっちは虚数に出てきます。不素数になってますね。で、こっちが実数ですね。で、これが実数で、不素数、強約な不素数になっていると。こんな解が得られて、で、実数の解を許容す条件に許容集合設計変数の許容集合に含まれているものはこれなのでこれが解であるということで、でこれが A1 だということが得られれば A2 は1からそれを引いたもので得られるということで解が得られたということになります。で、この F0 チルダー、A の関数として見たときの F0 チルダーと F1 っていうのは、それぞれ凸関数。これも、第2章で定義してやっていきますけれども。で、その問題が実は、凸最適化問題になっていたっていうことが、分かって、これは第2章の結果を使うと、実は、KKT 条件
突最適化問題において経験的条件を満たす A があれば、それは最小点であるというあの定理が使えるので、最小点が求まったと、ここで断言できるわけです。はい、ということで、第1章のまとめ。第1章では、1次元の断性体と、1次元のストークス流れ場の分岐問題の断面積を設計変数にして、最適設計問題を作りました。で、最適性の条件をまず求めるまでを見てきました。で、まあ、要点は、まず最適設計問題では、そのシステムを決定する、状態を決定する変数と、設計変数、本来の設計変数と、その2つがあるということですね。で、等式、状態変数を決定する問題、状態決定問題とか状態方程式とか言いますけれども、それは等式制約になっていて、評価関数っていうのは設計変数と状態変数の関数として与えられるっていう、まあ、これはその基本的な最適設計問題の構造について確認した内容ですね。で、これは第7章以降でもこういう構造を意識しながら考えていきます。それから次に、設計変数の変動に対しての評価関数の変動を求める、つまり微分とか勾配を求めるために、まあいくつかの方法を確認しました。で、その中でも、直接微分法と呼んだ方法と随伴変数法と呼んだ方法があって、その両者は、まあ、得意な分特徴が反対の特徴を持っていました。で、ただ設計変数に対して非常にたくさんであっても対応できるっていうのが随伴変数法であるということを注目しました。それから具体的なその線形断性体の問題とか流れ場の問題っていう、まあ、これらに対して注目すると、平均コンプライアンス最小化問題に対しての最適性の条件というのは歪みエネルギー密度が一様であるという条件であった。それから流れ場の問題の最適性の条件というのは、散逸エネルギー密度と呼ばれるものが一様になっていた。やっぱりこれと同じようなエネルギー密度のようなものが一様になっているという条件が得られました。で、両方ともまあ自己随伴問題であって、非常にきれいな、力学的にはきれいなもの同士で、従ってこういうエネルギー密度のようなもので、が一定だというようなきれいな条件が得られたということです。はい。以上で第1章の説明を終わります。